分かったわよ。ありがとう。ごめん、ちょっとひねったみたい。つくも。
怒るわけないよ、絶対。なんだとはご挨拶ね。それに、南先生じゃなく高倉先生でしょ。やっぱ気づいてた？お茶沸かしてきたわ。あったかい方がいいでしょ。座っていい？はいはい。ありがとう。それと、今日はご苦労様。倒れておいて。お医者さんの話だと、まだちょっと腫れてるけれど、骨には異常ないそうよ。手当ても早くできたし、2、3日くらいね。なんか、焼けちゃうね、そんな顔見てると。いいじゃない、若いんだから。でも、とりあえず年相応に付き合わないと、後になったら大変よ。はいはい、わかったわかった。
雲くん。他にも？正直でいいじゃない。大切なことよ、それって。今日の肝試しいいね。お化け役は飼い人、その代わりに怪我人の世話役を命じます。結城さんのご指名よ。自分のやっていることが常に正しいなんて本気で信じてる人はいないわ。それに正しいつもりでも後悔はついてくる。でもね、初めは手探りでも相手を思う気持ちがあれば、それはきっと正しいと思える。大切なのは信じる勇気。昔好きだった人の言葉よ。疑わずにまずは前に進みなさい。今は薄っぺらくても、二人一緒に積み重ねていけば、きっとそこに未来はあるわ。魚釣りって難しいんだね。品種の稚魚を放流してるの？自然の中で育つってすごい生命力だよね。すごい。魚いるんなら川も行きたかったな。そうだね。よろしくね。でも重いよ私。なんか無理してない？
それってすごいの？なれば見えるけど、え、この近くにプラネタリウムあるの？でも、いいの？いや、そうじゃなくて、影で言うと後が怖いよ。でも先生本人はそう思ってないみたいなんだけど。
アメムラク。オッケーだけど、時間を確認しないとね。明日返事するわ。入院していた女の子、怪我で？昨日はそんな患者さんはいませんよ。捻挫してた娘。いや、私は昨日誰も治療してないんだがね。勘違いじゃないんですか？あそこの病室はここ半年間以上誰も入ってないし、使ってもいませんよ。女の子をおぶってここに来て、酸欠で倒れたって？でも君の病名は日射病になっているけど。ごめんなさい、雨村くんが嘘ついてるとは思っていないんだけど。つくもくん
夢の中の出来事ってことも。Thank you.
くも。約束。星見に行こうって連れてってよ。